にちは、インターン生の丸本です。愛媛の秘密第5回は愛媛のお菓子についてお話しします。まずは坊っちゃん団子です。道後温泉や空港、駅など様々な場所で販売されています。抹茶色、黄色、小豆色の団子が刺さっていてカラフルです。あの中に餅が入っており、とても美味しいです。この坊っちゃん団子という名前は、夏目漱石の小説坊っちゃんの中で道後温泉で団子を食べる場面があることが由来になっています。夏目漱石がかつて松山に赴任していた際の実体験がモチーフになっているそうです。ですが、当時は湯ざらし団子と呼ばれており、昭和の頃から坊っちゃん団子という名称が使われるようになったのだそうです。また、団子三兄弟という歌謡が流行った際には、坊っちゃん団子もたくさん売れたそうです。次に、タルトを紹介します。皆さんは、タルトと聞くと何を想像しますか？愛媛県民がタルトと聞くと、カステラであんを巻いたロールケーキのことを思い浮かべます。松山タルトなどとも呼ばれるこのお菓子は、あんの形がのの字になっています。こちらも空港などの各所で販売されており、長い筒状のものや一口サイズの商品があります。最後に日切り焼きを紹介します。日切り焼きとは、大正の頃から続く松山市名物の焼き菓子です。大判焼きのような形をしていますが、若干違います。例えるならどら焼きに近いと思います。小豆やカスタードなどの定番な味から、期間限定のものもあります。松山などでは CM もやっていて、その CM は頭から離れなくなります。愛媛県にはその他にもポエムや瀬戸内ラスクなど様々なお菓子があります。皆さんもぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。今回はここまでです。ありがとうございました。